加熱フルーブは日本の競争馬である。名品ロジータの子でダート路線で活躍した。非常に馬格の雄大な馬で、新馬線の馬体重が 530kg、引退時には 556kg にまで増えていた。フルーブとはフランス語で、大河という意味。リバーマン、アイリッシュリバー、パラダイスクリーク加熱フルーブと代々側に関係する名前が付けられている。 主戦騎手は松永美希を、バレーは新表記で統一する。一戦目二戦目と芝で勝ちきれなかったが、ダートに変わった三戦目の未勝利で七場審査の圧勝。500万条件にレースを経て、スプリングステークスへ出走し三着と構想。サツキ賞の優先出走権を得るが本番では13着と惨敗。この後芝で2レース、ダートで2レース走ったところで、 脚部不安が出たため休養に入った。明け4歳となった2001年1月のヤサカと区別で復帰し、4場審査で圧勝。自走では、レコード価値を収めいよいよ本格化かと思われたが、3月の二ガステークス4着の後、新幹骨流という病気を発症し再び休養に入る。復帰後は準オープンで堅実な結果を残し、 2002年5月の東海ステークスでも5着と検討、陣営は自走に帝王賞を選択した。6番人気とさほど注目はされなかったが、4コーナーで先頭に立つとそのまま押し切って優勝。初重賞制覇が GI となった。その後は JBC クラシック3着、ジャパンカップダート11着、東京大賞店9着と不本意な結果に終わる。 明け6歳となった2003年1月の川崎記念で、前年の覇者リージェントブラフを破って、復活の優勝、母ロジータとの母子に偉大制覇を達成した。フェブラリーステークスでは14番人気の定評価ながら、逃げ粘り4着入選。そして、ダイオライト記念、オグリキャップ記念を連続レコード勝ちしたのだが、オグリキャップ記念のゴール直後に転倒し外傷を負ってしまう。 方向手術を受け、思わぬ形で、再度の休養を強いられることになった。秋には復帰できたが結局この後勝利することはできず、翌年2004年5月の東海ステークスでしんがり、負けを喫したのを最後に現役を引退、シュボバとなった。優秀スタリオンステーションで種子バ入りし、初年度産区は2008年にデビューした。産区成績が振るわなかったこと。 受胎率が5割以下と低かったことなどから2010年にシンジケートが解散。その後は中市別町の大西牧場でつなぎをされていた。2011年主母馬を引退したが2012年9月に病気のため死亡した。ありがとうございます。